花尾寿郎の花やった話。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。週刊ご無沙汰いたしました金尾義郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。今日はですね、実はその松下としみ金尾義郎だけっていうことになったら、あのスタジオもとんでもなくなりました。今日のね、そうですね、はい、あの今しがたね、あの急遽、はい、高橋誠さんいらっしゃいました。イエイイエイ、でもよかったよかった。いや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 、なんか今日のゲストは足別メロンっていうところだった。そうですね、あのメロンがね、先週からあの足別からね、中尾さんから届きました、たくさんね、いつもありがとうございます。足別メロン、足別メロン、ね、特別美味しいメロンですよね。はい、まずは松下としみでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします、ね、あの四国はいかがでしたか。まあ、ハードなスケジュールでね、今回はね、すごいね、何日間いたの。もうね、実家にいたのが何時間、10時間ぐらい。そうなんだね。そう、あの母親にね、施設にちょうどあのもう面会ができるっていうんで、まあ、15分間だけ、あの行ってきました。なかなかやっぱりそのこの季節なかなかあのね、あの、会えなかったりするから ね、お母様も100歳。100歳なんで、素晴らしい。でも分かったよ、私は。だからレッツァとシミツって普通に食ってすごいよね、100年だからね、100年ね、100年ってすごいね。あと何年ある、あと2人、あとまだ30年もあるでしょ。すごくない、こっから先30年って怖いよね。すごい怖いね。おお、また不良だ。何こ、なんか不良がいっぱい来たな。今日もすごいね。すごいことになってきます。いやいやいや、そうなんですよ。でね、まああの今度ね、10月の23日ね、はい、あの加納さんも初めてのコーチ入りを、ね、させようと思って。あ、そうですね、ライブハウスへね、ちょっとあの、まあ、打ち合わせがあったら、それもあったんで、たま玉木さんが一緒にあの、ね、見てたからね、10月23日23日、空いてるかな、空いてるかな、みんな空いてるよ。まあそろそろね、僕も、行きたいとこは行っとかないとね、とかね、あのちょっと会いたい人にも会っときたいし、行きたいときところにもね、行きたいなっていうね、食べたいものは食べて。そうですよね、あの全然最近行けてないから、行ってないでしょ、行かないとな。そうだよ、ね、で下見っていうか、一応ほら、それ下見してきたから、10月23、もう決まってんの。決まった、決めてきた。じゃあ、あのね、決めた、まあ、そこら辺の、うん、予定はね、あの松井さんに後で ね、また詳しくね、あの言いますけどもね、今ね、高知はね、なんといってもね、よさこい踊りの真っ只中で練習中で、だからね、皆さんに言いますけどね、練習中のこの時期のライブは入れない方がいいと思う。お客さんはね、それどこじゃないの。そっちに夢中になってんだね。スナックとかも行ったけど、もうガラガラよ、あのみんな踊りの練習で、ママたちもこれ終わったら練習にとかね、そういう感じ。よさこいとソーラン節かなかなか激しいんですよ、今の踊りはね。なので今私は昔のしか知らないから、宮古はみるきさんの、うちの姉もやってるよ。そうでしょ、こっちでも全国だもんね、大会があるみたい、で勝ち抜いてトーナメントがあるみたいでね、もう必死なんですよ、みんな。この時期はライブ入れないようにね。それどこじゃないです、コーチは。よさこいが終わるまでは。あ、そうなんだね。そういう感じでした、はい。今回は何、あのどういう感じだったの、あのお母さんのお見舞いっていうこと。そう、それと、うん、あのだから今言った、あのちょうどね、酒井麻呂さんってほら夜名古屋にあったね、はい、ドドイツをやるんですよ。ドドイツやるね、あのね、あ、ドラマなんだけど、もともとね、誰だっけ、吉川浩司さんのドラマ、まあ、とかね、大沢良幸さん、そうそうそう、あの辺ドラムやってて、だけど別の顔として、そうそう、ソロ活動としてはドドイツ、ドドイツやってんね、男で珍しく。それ渋いね、渋いじゃん、そうそうそう、それで結構ね、出会ってね、いたよ、
入ってこれないの。うん、あのちゃんといっぱいかな。司さんも、うん、来て来て入らないと多、うん、い。そう、呼んでください。番組終わっちゃうよ。はい、そんなことで ね、 いうことでね、ちょうどね、四国行ってくるんだ。わあ、賑やかだな。タメちゃん来たね。司さん、どうもどうも、しばらくです。どうもどうも、ありがとうありがとう。ご無沙汰してます。そこら辺さ、あ、椅子ある。してさ、大丈夫。椅子座って。大丈夫。あ、椅子大丈夫ですか。みんなこうやって来てくれるよ。すごいね。俺が一人でやってると思ったら、そうそうそう、今日はゆっくり二人でやろうと思ったごめんね。いやいや、よかったね。じゃあまず松下たちのデビュー曲から聴いてみましょうかみたいな。え、聴くの？聴く？ワンコーラスでいいよ。でもそんな聴いてる時間ないよ。まあ本当そうだね、聴いてる時間ないね。そう、なんか何かやった方がいいか、うん、でも、ワンコーラスぐらい聴いてもいいの。そう、まあ、あなたはさ、あのバックレコードからデビューしたのは何年前なんでしょうか。1989年か90年ぐらいかな、うん、僕80年ぐらいだからね。そうですね、そうそう。それでまあ、なんかきっかけがあったの。きっかけはデモテープを会社、もともとほら、あの音楽事務所にいたから、うん、その人のそういうのね、マネージャーみたいな、うん、裏方やってて、はいはい、あの仮歌をね、松原美樹さんの仮歌っていうか、そういうリハ版の歌を歌ってた。そうそう、松原美樹さんのリハの時の歌だったんだ。そうそう、リハ来なかったんだから。いやいや、来るよ。そういうやつじゃないって。そう、カラオさんすぐそういうこと言うけど、昔そういう人多かったね。違うって、美樹ちゃんは自分で、うん、あの総合的に聞きたいの。音を作りたい人だから。プロデュース的なことが好きだったんだ。そうそう、うん、アレンジャーになりたかったの、もともと。元々ね、ミキちゃんの声はもう大好きよ、うん、めちゃくちゃ声はいいじゃない、うん、ジャズとかね。でもそれでずっとあのリハの時あなた歌ってたらすごいよね。だって朝までリハとか入ってたからね、うん、でその朝までリハやってそのまま事務所行ってみたいな、うん、若いからできたけど、うん、それでまあ、 あのそんなことをやって、うん、あ、もうそろそろ自分でもやっちゃうかなとか思って、うんうん、デモテープを作って、うん、事務所の部長にこれ誰がねお願いしますとか言って渡してくれたら、たまたまゴルフでコンペで一緒になった、うん、竹野英二さんっていう作詞家作曲家、演歌の人なんですけど、マルシアとか作ってた方かな、うん、その先生の耳にとも、それがテープが行ったという。竹野さんって演歌も小林幸子さんとかも泊まり木とかね、泊まり木とか作るんだけど、うん、ポップス系のキョンキョンの時もあるよ。キョンキョンのそのポップスの時は名前を変えてるの、実は。あ、そうなんだ。滝の英じゃなくて、緑ひふみ123とか言って。ああ、そうなんだ、ね、そういうのとか、うん、フィンガーファイブの歌とかね。フィンガーファイブ、うん、そこら辺の方たちにも耳に留まって面白い声してるっていうので、うん、会ってみましょうってことになって、うん、あなたいくつぐらいの時それ。20後半でしょ。もう20後半じゃあ遅いっちゃ遅いね。遅い、僕がね26、7遅いよ。僕は24でデビューしたから。だいたい24、5ぐらいでデビューしないと、もう遅かったんだよね、うん、それは散々言われたから、うん、言い返した本当偉そうに。でも今はさ、うん、あの60にしてデビューする俺のさ、友達の、うん、あの弟の嫁さんが、え、 60でデビューしてるね。おー、つい最近。すごいね、演歌で。はい、そういう時代でもあるんだよね、逆にね、うん、昔は若い頃ねデビューしてたんだけど、うん、でそのちょっとアルバム聞いてみようか、はい、ね、あの、あなたの、あ、私の、すいません、うん、ワンコーラスでいいです。ワンコ、もう下手くそなんていう歌ですか。ジプシー、人生のジプシI'm not afraid to die.
でいかがでしょうか。これいい歌じゃないですか。いい歌でしょ。いや声いいね、いい声してるよね。本当、ね、うん、誰かの声似てる。なんか女優さんに。そうそう、あの女優さん、女優さんのなんか、私あの一部の人に女優だと思われてるんで今日は女優の格好で来ました。もうたった1名しかいませんけど。なるほどね。そう、まあね、うん、この歌をね、うん、聞くとね、誰、あー、薬師丸ひろ子よりもちょっと大人っぽいかも ね、うん、あ、そうかそうか、そんな、そのそっち系で、そっち系の歌だよね。そっち系の歌だよね、うん、あーね、ありがとうございます。うん、すやさあ、今日はね、いっぱいためちゃんも、つかさくも来てくれましたよね。よ、なんかもう、俺何歌おうかと思ったら、もう何でもできるね。何でもできる。ほんで、ギャラリーも、ギャラリーもいらっしゃるんでね。はい、ありがとうございます。それであれじゃない、ためちゃん、あの、なんか宣伝があるじゃないか。宣伝あります。だいたい宣伝があるやつ来るからね。どうも、先に宣伝しとこう。マークさんもアロハ。マークさんもありがとうございます。これだ、これだ、あ、もうすぐじゃない、うん、これいつでしたっけ。これいつ、ね、6日、6日、来週、ね、はい、鬼殺し、30周年、うん、記念ライブですね、これね。あ、素晴らしいですね。赤いのもあるよ。これがね、8月6日横浜サムズアップということでね、8月6日ですね、これね、はい、ぜひね、17時半スタート、はい、ね、遅れないように皆様ぜひ、楽しんでいただきたいと思います。はい、8月6日横浜サムズアップ、うん、鬼殺し30周年記念ライブという、それからなんかね、大阪名古屋も行くみたいですよ。遠征30周年ツアーがございます。18が大阪、うん、サードストーン福島っていうところ、はい、あ、そうなんだ、駅のすぐそばですね。大阪の福島っていうのがあるの、ね、福島区っていうのがある。あ、そうなんだ、ね、うん、あと19日が名古屋、うん、エボニー&アイボリー、アイボリー、はい、初めてですけど、どちらもあの台湾地元のバンドと、ね、どんどんあのなんか頑張ってやってるよ皆さん、ね、30周年ってすごい ね、いつの間にか30年、はい、ね、素晴らしいですね。皆さんぜひよろしくお願いします。応援してください。ありがとうございます。あの鬼殺しね、鬼殺し、うん、あの素晴らしいですね。はい、ということでね、今日はあの司さんも来てくれましたけども、なんか1曲目なんか司さんゆっくりやろうかなと思ったんだけど。何やる、何やる、何ゆっくりやっても大丈夫だよ。あ、本当、それでじゃあ決めてる間にお便り、うん、これね、いつものほら綺麗だね、それね、京都の京子さんからいただいた、うん、あのハガキね、うん、読みますね。はい、はい、涼しさを風鈴一つそよぎけり、はあ、これ誰の詩でしょうか。え、誰か、まあ、時間ないから言えますんで正岡子規さんね。初中お見舞い申し上げます。記録的な暑さが続くようです、うん、お体を、置いといください。京都弁がな、置いといください。いとう、いとうっていうことね。ご自愛ください。わ、これすごいね、これほら氷の、この今時このこのハガキにね、これ貼り付けてあって ね、スイカとかね、スイカとこれ氷、うん、氷 ね、お好きなシロップをどうぞ、ね、かけてください。素晴らしいね。今日はメロンがいいかな、うん、ありがとうございます。今日は足別メロンも来ましたね。あの、ね、本当にね、北海道の中尾さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます、ね。あのメロンっていうのは病気の時しか食べられなかった。昔はバナナでしょ。そうそう、俺の時はバナナだったけど、俺の時は、まあ、あのメロンはなかなかそこまでいかなかったけどね。うん、じゃあちょっと一曲、あのチクワブルースいきますか。キーなんだっけ。キーがね、F シャープ、うん、シャープ、みんなこうね、厳しいかもしれない。厳しい、マイクをそこにちょっと一本、あ、こっち来る、司君用に、司さん、じゃあ、うん、4番、そうね、4番ハープ、ということでね、急になりましたけども、いや、彼女行きますか、チコブース、本当東京都内で行きたかったんだけどね、うん、あ、いいんじゃない、リスシングル、あ、うん、後で、うん、後で行きますか。はい、ワン、ツー、イエーイ。朝のない、夜はない、叶わない、夢はない、いつもそう信じて生きてきた。絶望のどん底からいつか日が差し込むさ、いつもそう信じて生きてきた。街はいつものように始まり、
す人たちも手を握る日が来るさ、いつもそう信じてここまで来た。悲しみの後に来る喜びを手に入れる、いつもそう信じてここまで来た。する必要ないじゃないの、ラジオでね。ねえ、うん、軽くやろうよみたいな。絶対立ち上がるよね、この曲の終わりのとこね。リアルラジオだね。気持ちいい、後ろから来たのモニターみたいな。こっちと影武者だから。影武者。いや、あのね、こうやってね、皆さんこう集まっていただけるっていうの嬉しいことですね。素晴らしいですね。本当ですよ。あ、岡島くんがいるじゃないですか。あら、忘れてはね。静かだね、今日は。何の企みがあるの、結局。いや、何もないのか。なかなかごめんけど。いやいやいや。あれ、告知じゃないの。大丈夫。何もないですか。今日はお便りいきましょうか、じゃあね。じゃあね、ちょっと、これはですね。うん、金尾さん、としみさん、鈴木さん、こんにちは。はい、猛暑が続きますが、皆さん体調はいかがですか。うん、異常な暑さですね。金尾さんの驚異的な回復力を本当に見習わなくてはと日々感じています。そうそう、あのね、2回目抗がん剤終わったんですけど、またちっちゃくなってんのよ。あ、本当。がんがね、10センチぐらいあるんだけど、うん、俺もはっきりここでも言っちゃったから、うん、毎回言ってる。まあ、レベル4なんだけど、まあ、絶対治らないって言われてる、うん、あの抗がん剤は毒ですって今お医者さんはっきり言うから。あ、そう、うん、毒っていうね、うん、ほんとはっきり毒っていう。で、もう金尾さんの場合はね、うん、あの抗がん剤しても治りませんと、うん、でそしたら僕は自由に生きたいんですって言ってそのサポートしてくれますかっていうご相談をしたら、僕のライブとかラジオに合わせてくれて、あの抗がん剤治療をするんですね。ちっちゃくなったよ。すごい、よかったね。やったじゃん。すごいね。ひょっとしたらさ、頑張れ、奇跡が起きるかもしれない。起きてる。起きてる。すでに起きてる。いや、でもね、も笑ったり歌ったりこういうことするとね、やっぱりいいのよ。自分の中からその細胞生まれたわけだから、癌、ね、細胞の。いい細胞を作ればいいんじゃん。自分でやっぱこう、うん、ね、
だって自分の体を作ってんだ自分だから。そうだよね。ね、そう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 。悪くしたのも自分。そうそうそう。でまず俺の性格を変えて。そうそうそう。カリカリする性格を変えて。性格変わらない。ね。やっぱ一番が性格だな。一番性格だ。性格だ。カニカニカニ。でもあのなんだろうな、なんかこう。まあね、明るい気持ちいいっていうか最近、うん、で食べ物が美味しいのよ。あ、それタバコのせいだと思う。タバコをやめたからじゃない、まあ、タバコもあるかもしれないけど、あのね、噛み締めながら食べたから最初は食べられなかったのね、食事、うんうん、あの、まあね、食事も飲み物もダメで出血してたからね。で血がもうどんどん出てて3分の1ぐらいしかなかったんで、それで命助かったんだけど、うん、そういう思いしたらさ噛み締めるじゃん、うんうん、あの液体から入るから、はいはい、グリーンの液体が何だろう、何だろうと思ってこう噛み締めて飲んだら、うん、そのほうれん草だったりとか、いや、そうそういう、そういうこと、うん、それからだんだん、うん、うん、だんだん普通になるんだけども、やっぱりね味わうようになったから、そうかそうだ、すごくねあの美味しいよ、ね。そうなんだ、感謝していただかないとダメなんですよ。そうそう、感謝の気持ちが入りますよね。皆さん、はい、すいません、皆さん言ってましたら感謝すればいい、ね、はい、そう、それに気がつかせてくれた時間に感謝してる。ああ、そうすると治るんだって。ああ、そうかもね。そうだよね、ほんとにね。俺ね、本当にね、足りなかったなとか思ったよ。うん、うん、そう、うん、なんかありましょうか。適当に生きちゃいけないってことよね、うん、はい、ね、すいません、適当に生きてました、はい、いいでしょ、すいません、どこまででしたっけ。はい、はい、この暑さを吹き飛ばすような1時間を楽しみにしています。はい、ありがとうございます。リクエストは全部なのでお任せします。全部、うん、で、はい、元気な姿で皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。無理をせず夏を乗り切りましょう。音楽魂大ファン清水佳代子さん、あ、清水佳代子さん、ありがとう。清水さんもね大変だったのね、あの、ね、あの駐車場の2階から車が突っ込んちゃって、で大変な事故になったことがあるの、ね、それが治った後にまたね、そう、あのがんに、ね、なっちゃってね、なられて、でこの間ライブも来てもらったんだけど、なんかいろんなあの今その治療もしてるんだけどもね、でもお元気にね今なられてて、よかった、みんな結構ね、うん、思った以上にたくさんいらっしゃるから、がんで悩んでおられる方もね、うんうんうん、だからやっぱ一人で悩むよりもね、うんうん、いいと思うんだよね。俺病院にも言ってるもん、そうそうそう、病院の名前言わないけど、うん、先生に全部言ってますから、うん、ってここで、あ、病院先生から、うん、今度ブルームードみんな、あ、そうだそうだ、それで先生たちを巻き込んで、いいね、うん、いいね、それにちなんでちょっとラジオネーム、はい、第四夫人、うん、カナオさんの一個下、うん、初中お見舞い申し上げます。吉郎さん、としみさん、ご無沙汰しております。うん、毎日暑い日が続いておりますが、吉郎さんのフェイスブックやブログを拝見し、はいはい、お元気そうで安心しておりました。そうは言っても第四夫人、そうは言っても、生でお会いしないと納得できない私の性格、うん、なので8月31日、うん、汐留に行っちゃいます。ありがとうございます。もう楽しみすぎです。はい、今日のリクエストはもちろん不良中年のすすめです。持ち前のパワーでこの暑さどころか病気も乗り越えちゃいましょう。はい、トーク蔵王から応援しています。はい、山形から来てくれるんだよ。山形から本当にありがとうございます。うん、ご出演させていただきましょう。そうね、ちょうどね、8月31日これは金吉郎音楽魂、原点回帰、ね、ライブですね。これはあの第7回、え、あ、違う、7回になりましょうか。うん、まあ原点回帰っていうことでね、あの割とあの、エレクレコードのね頃のあの方々ですね、あの生田圭太郎さん、丸山恵子さん、吉田芳子さん、あとまあ高橋誠さんとかね、はい、バンド渡辺武史、ごぼう鈴木さん、あとベースがね、あのアナーキーの寺岡君、これ、はい、あの録音のメンバーですね。で、あとリエリー、がね、あとリーちゃんね、今もう海外で仕事してて、うん、30日に帰ってきて、30日に帰ってきて向こうで仕事をね、あの向こうのバンドでやってるんで、うんうんうん、それすごいね、まあ、時差ボケだね、うん、で寺岡君でまあいろいろね、皆さん来てくれると思います。あの楽しみにしてます。予約はお店にお願いします。はい、よろしくお店に予約をお願いいたします。はい、ということでね、はい、他にありましょうか。あります、いっぱいある。カナオ君、毎日暑い日が続きますね。はい、体調はいかがですか。はいはい、体調、笑う音楽隊で元気もらっています。うん、音楽魂だ、音楽隊じゃない、うん、西田としみさん、お元気ですか。ジプシー懐かしいです。上海クラブよろしく。今日も楽しく元気に行こうぜ。本木のマーク、
あ、マークさん、ね、アロハ、マークさん今日急にね、あの本部から来て、ありがとうございます。元気でございます。のけで飲んでますか、マークさん。たまに飲んでますか。山陽で、うん、あ、山陽行ってないな。生ビールと、生ビールとミラノパと、いや、いいですね、夏はね。帰りかけにちょっとね、ちょっとだけ飲んで、うちに帰って、料理して。なるほどね。僕もね、お酒はね、お許しが出てるんですよ。うん、お酒はね、カノさんは飲んだ方がいいって、ストレスが保るから。いや、でもね、まあ全然最初からね、普通に。でも最近ワインとかね、ああいう日本酒とかをちょっと飲むようになったね。甘い酒の方がね、ちょっとなんか入っていくんだよね。ちょっと味覚も変わってきたかなとか思っておりますよ。はい、夏に曲決める間に行きますか。松下さん、なんか歌わない？歌わない。やってる、やらなきゃいけない。これ所長前申し上げます、うん、猛暑続きの毎日で昨日は駐車場の外の気温は44度。すごくない？これ、うん、灼熱で熱中症警戒アラートが毎日鳴ります。今年はアブラゼミを見ないまま、今クマゼミばかりがたくさん鳴いています。クマゼミを見つける方が難しかったのに、気温の変化で、ね、鳴くセミの種類が違うと聞きます。だってそうなんだ。うん、沖縄にしかなかったクマゼミ。いやいやいや、そうなの。クマゼミは関西にはずっといるの。あ、そうなんだ。それがだんだん上がってきてる。上がってきてるの。これね、岡山のことなんですけど、田舎の実家は山なので日暮らしが鳴いています。としみさん、高知の里帰りはいかがでしたか。まだまだ直接の 面会が許されなくて残念ですが、お母様と少し触れ合うことができてよかったですね。10月22、23、しゅんさんの四国ツアーも楽しみです。今夜はビートクラブの配信ライブも見ます。しゅんさん、これね、しゅんちゃんのね、ファンの方です。今晩ね、しゅんちゃん、しゅんちゃん、刀厚さん、ダフさんとのトリオ初ということで楽しみにしています。はい、ぜひ見てくださいね。ありがとうございます。久しぶりの金玉ということで、リクエストがたくさんあるかと思いますが、はい、ウォークオンザストリート、サマーフィーリングお願いします。誰でも何でもいいです。誰笑顔さんですね。笑顔さん、サマーフィーリングとか俺デビュー のアルバムだな。ね、あ、そう。ちょっとそれは今日は無理でしょ。ウォークオンザストリートやってみようか。ウォークオンザストリートはなんか、まあ、CD にしてない。皆さん熱中症に気をつけてください。ありがとうございました。はい、え、これね、いっぱいいる間に曲が進まないよ、うん、いい選曲が難しい。ね、そう、あるん、どれやりますか、うん、これ何や、昭和通りってやつ。昭和通りっていうのがウォーキングの 別名。あれ、さっきコピーしたよね。え、キーなんだっけ。 A A だよ、 A。 あ、 D ではないよ、 A だよ。いや、違う、はい、ね、これです。 A、 あ、 A、 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 うん、ちょっとやってみますかね。さっきあったよ。Oh,
ということでね、初めてやりましたね。ありがとうございました。いや、なんかいい感じで、なんかミッティグリッティみたいな思い出した、ね、懐かしい。ということでね、ウォーキングオンザストリート、うん、昭和通り、これどっちがタイトルなんですか、本当の両方。いや、もう適当、ね、仮って書いてあるの、カッコ仮。いや、これこれは CD になってる、まあ、音源に、うん、してないですね。してないのいっぱいありますよね。いっぱいありますね、まあ、いいですよ。いや、でもそろそろ作んないとね。レコードを早くしないと、早くしないと、早くしないとっておかしい。だから俺たちってさ、CD 売り歩くとか、はい、反則物ね、T シャツ売るとかってないと厳しいもんがあるよね。そうか。だからないんだよ。メロン、メロン売るとか。メロン売る。メロン売る。そうそうそう。いや、でもなんかその方が、うん、あ、楽しみがあるじゃんね。小銭がこう。小銭が。小銭商売。小銭商売。小銭商売。カナオ商店。うん、なるほど。怖くないでしょ。あ、鬼殺しはあれ、Tシャツできたの。あ、できたね。あ、本当。予約開始。あ、もう予約開始。ね。素晴らしいね、着々と。ねえ、いろんなグッズがね、うん、あるといいね。乗り越しもめったにやらないでしょ、ことね。あ、記念で。商売いけないの、この人は。あ、そう。本当に。あ、うん、あ、そうだ、この人はって一緒でしょ。2人にプレゼント持って。え、そうそう。なになに、はい、はい、はい。ありがとう。缶バッチ。缶バッチ。缶バッチ。これ。鬼殺し？かわいいね、これ。かわいいね、これ。歯が鬼殺しになってるんですよ。歯、ほんとだ。これコウモリ？そうそうそう。かわいいね。それが T シャツのロゴなんだ。あー、そうなんだ。かわいいね。つかささん、こういうこともできるの？それを、でも、ね、エヴァは僕だけど、うん、あの、カンパッチしたのはこのモモちゃん。え、あ、そうなの？300の作りです。え、マジで？手作りで？手作りで作った。全部一個一個。おい、そういえば、業者じゃないんだ。業者じゃない。それ言っていいの？ね、すごい、モモちゃんが業者だ。すごいじゃん。カナイ工業ね。カノー工業。カノー工業。いいね。いいね、うちも作んないといけないじゃないの、これ間に合わない、早くしないと。売るもんないんだからさ、うん、CD もないんでしょ、加納さんの。まあね、うん、あ、もう売り切れちゃった。売り切れちゃった。うち在庫1枚ぐらいあった。まあでもね、ちょっと近いうちそのそういうこともね。そうですよ。でもライブなかなかスケジュール切れなくてさ、あの、まあね、治療中じゃない、まあ、だからいつそういう風にこうできるか分かんなくな、分かんなかったんだけど、そろそろね、あのライブも、うん、もう決めちゃいますよ。でなんかね、あのいい感じで歌を歌えるようになってきたんで、大丈夫じゃないですか、うん、ね、うん、もう先に先に私がもう決めちゃいます、うん、まあ、任せますよ。あのルッキングは松下マネージャーに。いや、そうしないとことが進まないんで。はい、はい、わかりました、はい、皆さんこんにちは、はい、全国で一番遅く梅雨明けと見られる宣言が出され、今日も猛暑日になりそうな博多です。あ、博多ね、博多、あ、そうかな。では博多のミキさんですね。いや、大変だったね、あの久留米とかね、あの辺ね、もう大雨ね、大変だったね、本当ね、博多、うん、心配になるよね。先週のおがんちゃん体調良くなかったみたいですね。あ、おがんちゃんね、そう、そうだったんだ。そうなんですよ。いや、なんかあの後ね、うん、ちょっとなんか具合悪くなったみたい、うんうんうん、ね、すごい。あの番組ではね、ちょっと良かったんだけど ね、うん、いい感じ。その後ね、ベースもブンブン弾いてるしね、うん、そうそう、うん、今週はレアな金玉、とにかくゆったりいきましょう。カナオさん体調どうですか？としみさんもですか？バッチリ、バッチリ、バッチリですね、うん、病院でバッチリって言うと先生がバッチリって書くんだよね。バッチリって書く、バッチリって書くでしょ。絶好調とかって絶好調って先生がこう打ってるのね、打って調子どうですかってこう打ってるじゃん、打つんだってこうやって絶好調って、絶好調ってそのままいい先生だね、面白いね。いや、あのね、やっぱ巡り合わせがある。あーね、出会えばね、ものすごくあるね、医者はね、そうですよね、あのすごいよく恵まれてます ね、 すよね、うん、この間あるライブに行った時、少しお腹を壊してたら結局楽しめなくて、うん、やっぱり健全なる精神は健全なる肉体に宿るんだなって実感しました、はい、とはいえ逆に精神力で困難な状況を打開していくすごい方々もいらっしゃるわけで、うん、そのような方々にはもう尊敬を通り越して、うん、なんだっけこれ、イフじゃない、イフの面に、ね、はい、だよね、はい、しかないですね、うん、もちろんその中にカナオさんも入ってるんですけどね、うん、今日のね、イフのね、うん、そう、イフ今日もリラックスして良い時間を流れていると思います、うん、楽しんで元気になります、はいはいはい、この間ミュージシャンと、あるミュージシャンとご飯を食べに行き、その後でせっかくだからコーヒーでも飲もうと、うん、適当に車を走らせて入ったお店で、うん、
あれこの味はと尋ねたら、30年以上前に通っていたコーヒー専門店で修行していたそこの味を、すっかりと踏襲しているお店だったという驚きがありました、うんうん、お二人は忘れられない味の思い出はありますか、聞かせてもらえたら嬉しいです。リスナーの皆様も含めて元気でいきましょう、ね、そういうことある？いやいや、どっかで聞いたとか、どっかで味わった味とかって、あのね、僕は今回、うん、あの病院食、うん、病院食を食べられなかったんだけど、うん、その最初の1週間はあの飲まず食わずでいたので、うんうん、その食べたら出血しちゃうから、うん、だからあの小腸と大腸から出血してたからね、何も食べずにいて、そのそれからまずその流動食になるわけ、うん、でその中で一番最初に美味しいと思ったのはね、牛乳のパックだったのよ。お、牛乳ってあんなに味があると思ってなくて、あ、その味をアレンジしてないじゃん、まあね、そのパックだから、うんうん、でうわー美味しいなと思って、その後にだんだん食べられるようになった時に、あの下のコンビニも行っていいようになったわけ、うん、そしたらあのバタークッキーバタークッキーとカフェオレを飲みながらバタークッキー食べたのがね、ものすごいこう印象に残って、こんなうまいものがない、この歯ごたえすごいなって思ったの。だからやっぱりちょっとね、あの不自由をした方が人間でそういうふうに思うかもしれない、感謝ね、感謝の気持ちがね。今までそのクッキーなんか食べたこと、甘いものを食べた印象は、ほとんど食べなかったからね、だからあんなに美味しいものかと思ったね、あなたあります、なんか懐かしいもの、うん、うん、私も適当に生きてるからあんまり、うん、行き当たりばったりの人生で、うん、私も怪我したことがあるの、実はね、ここにひび入って、うん、この歯をね、口の中を上と下ガキガキ、あの、開かないようにされたの、1ヶ月、うん、その時はめちゃくちゃ苦しくて、もう息苦しいじゃん、口開かないの、うん、でその時ね、あの慶応大の先生がね、はい、これから口開けませんよって言いながら閉めたの、すんごい腹立って息苦しくて開かないって、この隙間から、それでも飲み物しか飲めないじゃん、その時小豆が食べたくて、小豆の粒とか入んないんだけど、うん、その小豆の氷小豆みたいなものを飲んだ時にすっごい美味しかったの、うんうん口開かなくされた経験ないでしょ、ね、上と下針金でこう骨折だから固定しなきゃいけない、動かないね、うん、もうね、今でもね息苦しくなる、よく耐えたなと思って、それすごいな、そのおかげで、うん、あのレコーディングとかそういうのがちょっとずれ込んだの、うん、レコーディング前だったから、うん、ガンって殴られたんじゃないですけど、うん、言っときますけどなるほどね、そうヒゲが入ったのここにガクッて、あ、本当、そう、そういうのがね、一番の苦しい経験、今までの中で、そうなんですよね、小豆がだからすごい嬉しかったっていう、うん、なるほどね、小豆の思い出、いや、いろいろあるね、なんかね、ねえ、まこちゃんも入院してたのね、なんですかほら、この前ってちょっと前、ちょっと前か、だいぶ前か、入院してたじゃん、あ、入院したね、うん、あ、でもいつも食べ物気をつけてるでしょ、まこさんは食べ物気をつけてるっていうか、まあ好きなものしか食べない、自然なもの割とね、そうそうそう、うん、あの体にいいものをね結構食べるよね、うん、自分で作ったりしてね、うんうんうん、みんな大怪我してるよ、司さんだってそうだよね、6骨7本で9本13箇所か、13箇所、13箇所も、うん、それで結構すぐライブやってたもんね、そうライブだと思って、すごいよね、吹けるなと思って、うん、でもね、くしゃみした時はさすがにね、うん、いや、もうすごいね、俺もさ、最初に30センチぐらい縦に腹切ってるから、うん、さ、もうその時さ、もう咳込むとかできないわけよ、うん、そうそうそう、痛くて、うん、くしゃみなんかもう死にそうになるから、ね、油断してやっちゃったの一回、うん、もう体中も爆発するような、ね、全神経にかなんか恐ろしいね、タムちゃんはないの、あんまりまだないです、そんな交通事故は2回あってから、そうなんだ、2回も、それも怪我しなかったの、怪我したみたいですね、あんま覚えてないの、あ、子供の頃、あ、子供の頃だったらよくあった、ちょっとこれ前にね、リクエストあったんだけど、うん、やれなかった曲、ちょっとキーが書いてないんだけど、G で合ってますか、G、うん、
あのマイフレンドをちょっと。キーはジージで。
マイフレンド。これもですね。ありがとうございます。はい、これは大山。これはあのあれそうそうあの大山空手の最高師範があの詩を書かれてで僕があの。そっかそっか、うん、曲を作らせていただきました、はい、これはコロナ禍の時にね安井さん、はい、ねあのなんだっけな東京都の MX のテレビなんだっけなあれは、はい、芸術などがねあそうですか出したんですよねあそうですか、うん、採用されたんですよねあそうですまあこういうのもまたね録音したいなと思いますけどね、なかなかね、うん、ということでねあっという間の1時間でしたよ、うん、まこさん、はい、あれ毎日スケジュールで、ね、スケジュールまこさんに今日もやりますよ今日どこ今日はメープルハウスあメープルハウスメープルハウスざけんなあざけんなあふざけんなじゃなくてふざけんなじゃなくてあそれでちょっと先なんだけどいいよ11月12日に、うん、あの赤坂のクロフィッシュで、うん、あのマーティーとあマーティーやんドラム、うんうん、マーティーブレーシーと、うん、あと京都のあの神戸の西田夫妻あのベースミサさん西田ミサさんと拓也くんがギターボーカル、うん、であとキーボードに林正弘ってモンタの時のキーボードあーそうなんだねモンタさんあじゃあモンタドラスあとローズヒローズヒローズバットリエさんっていうあのボーカルうーん、うんも加えて、そういうマコト&マーティーセッションっていうのをやりますよマコト&マーティー久しぶりじゃないの、うん、久しぶりいつもね京都でやってるんですけどそうあそかそかそかマコちゃんが京都まで行ってやってるのそうそうそうあそかそか、うん、それを東京でやるんだ、ね、東京でやろうとそれ いつですか11月12日ありがとう赤坂クロフィッシュで す, ュですね、うん、ちょっとあの北海道からこれ、うん、あ北海道モーリーさんからいただきました北海道はいありがとうございますお疲れ様です加納さんとしみさん鈴木さんはい、こんにちは、はい、今日はゲストさんがいないということで、うんどんな番組になるか楽しみです、うん、カナオさんととしみさんの歌がたくさん聴けるということでしょうかそう楽しみにしてます今日私は歌う予定にしてたんだけど帯広は暑くて暑くて大変です皆様水分補給して熱中症に気をつけてください、うん、よろしくお願いします帯広ロッケンロールキャッツアキラだあこの方もやってらっしゃるんですかね、ね、ライブロスか、ね、あ そうなのかな帯広といえばあれマチケンさん帰ったんじゃない？お呼び拾って。マチケンね、あの向こうでなんかあって、あやってるライブハウスをやられてるのかわかんないけどね。北海道呼んでください。うん、行きます。ぜひね、行きたいね。音楽魂呼んでください。ということでね、あっという間の1時間でしたけど、はい、さっきリクエストがありましたので。ね。不良中年。あ、不良中年。ちょうどいい感じ。ね。行きますか皆さんご一緒にわっしょい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 。時間も行きますよ。あ、ワン、ツー、スリー、フォー。叩かれた分だけ強くなれる
で二人終わりましたけども、ね、またあっという間の1時間でした、ね、松下さんごめんね今日ね歌えなくて、いやいやもうたくさん歌いたかったんですけど、ね、CD かけていただいてありがとうございました、はいはいはい、ということでね、はい、あっという間の1時間でした。お会いしましょう、はいはい、松下俊美と花吉郎でした、はい、高橋真子さんありがとうございました。ありがとうございます。鈴木司さんありがとうございました。ありがとうございました。カミちゃんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おばじもありがとうございました。マッチャンもありがとうございます。ブルースももちゃんもマクさんありがとうございました。ということでね、はい、撮影する間ありがとうございました。ありがとうございました。また来週お会いいたします。 See you next time、はい、泡が流れてる手が流れる春に罠の花が辺りを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ優しいあの人は今はない。